戦隊名が〇〇ジャーではないのは、救急戦隊555以来で13年ぶりとなる。また、女性ヒーローが一人だけなのも、銃剣戦隊激レンジャー以来で5年ぶりである。レッドバスター桜田博夢役の鈴木勝博さんは、仮面ライダーフォーゼの木更月源太郎役のオーディションを受けていた。また、ブルーバスター岩崎隆二役の馬場龍バさんは、海賊戦隊ゴーカイジャーのゴーカイシルバー。 光外役のオーディションを受けていたエスケープが持つ銃の獄と魔獄についているアクセサリーは犬がモチーフである弾丸のようなアクセサリー。